ケニアの路上で謎すぎるお菓子食べてみた。カプリコみたいなやつ20円。ハンドソープの匂いがする。大丈夫かな。待って、柔らかい。コーンにマシュマロが入ってます。美味しい。ライトがつくタイプの何かは20円。何かの毛が挟まってる。味の薄いラムネ。本当に味がない。ハストラって書いてあるガム5円。なんかバブルガムって、なんか黒いなんか点々ない。これケニアガムあるあるなんだけど、噛むと一回ばらけるよね。だんだん集まってくる。噛み応えがすごい。歯ごとれになりそう。小顔効果みたいな。そのまんまガムみたいな風貌のやつ10円。なんだこれ、もうめっちゃ駄菓子の匂い。おお、噛み応えめっちゃあるわ。セリーっぽい。パスターと書かれたチョコバーみたいなやつ15円。柔らかくてキャラメルみたいな。甘い。マイク・タイソンが書かれた強そうなエナジードリンク70円。お、マンゴー。マンゴージュース美味しい。でちょビタンさん、これ70円安くね。ちなみにハイネケンみたいな色違いのフレーバーもあったよ。